の真摯で文章を書けるもんじゃない。よほど自分の心の中で曇りなく隅々まで見ないとということで、今後どんな音楽が生まれているように控えまってますということで、激励したってことなんですけど、ね、うん、これについて思ってたんですけどね、うん。そろそろ許してやった方がいいんじゃないかってことですね。うん。なんでかっていうとね、小山田のコーネリアスっていう、まあ、バンド、まあ、グループなんですけど、まあ、うん。これね、音楽的にはね、めちゃめちゃね、最高なんですよね。